はい、始まりました、ヨシカ TV。 今日はね、ちょっと、まあ、だいぶね、投稿の期間が空いちゃったんで、ちょっとお久しぶりですね、はい。うん、まあ、やっぱりこのね、寒い時期になってくると、ちょっと全国各地でいろんなことがね、行われてると思うんですけど、さくらさん、わかりますか？めっちゃ、あ、間違えた。もうそのまま行きましょうね。何度も、そのもう仕方ない、テレビじゃないんだから。テレビじゃないんだから、本当に。はい、何がありますか？なめぱです。はい、なめぱね。なめぱ、はい、うん、それしかないです。寒い地方にね、なるとやっぱりその毎日鍋パスするっていうこともね、あると思うんですけど、ちなみに私はキムチ鍋が好きですね。おー、美味しい、美味しい。さくらさん、何が好きですか？まあ、全部やりますよね。いや、本当に分かってます。分かってます。じゃあもう、紹介してください。演奏会です。そうです、演奏会ですね。もう今、もう全いろんなところでもう演奏会が開催されてますけど、我々、長学マジンマでも大都市立総合文化センターサーティホールで3月20日水曜日に開催されることが決まりました。イエーイ。それに伴って、はい、じゃあ実際ね、どうやってきたらいいの、もう どこみたいな疑問がやっぱあると思うので、はい、この2人で今回は紹介していきたいと思います。はい、それじゃあ行ってみよう。レッツゴー。こんにちは、朝川です。住の道駅からサーティホールまでの行き方をお伝えします。まずは右手側に曲がります。どんどん進んでいくと左手側に白い建物が見えるので、こちらの方に曲がっていきます。次に見えた信号で左手側に曲がります。そのままずっと直進していただくと目の前にタバコ屋さんが見えてきます。この横断歩道を渡り、さらに郵便局側へと進んでいきます。道なりに歩けばサーティーホールが目の前です。ということで、サーティホール到着しました。当日はあちらの扉から入っていただきます。はい、じゃあ行ってみましょう。ちょっとバーッと来ただけですよね。ね。はい、いろんな行き方を紹介してまいりましたが、皆様にはできるだけ公共の交通機関でのお越しをお願いいたします。はい、奈良学マーチングバンドアニバーサリーライブ2024チケット絶賛発売中です。ここでしか見られない演目や10周年記念のグッズも販売します。そしてなんと清水康弘先生、織田浩二先生のゲスト出演もございます。皆様ぜひお越しください。一本締めとさせていただきたいと思います。よーっ。A few moments later。さあ、ヨシカ TV。 今日はね、ちょっと、まあ、だいぶね、投稿の期間が、そう、はい、始まりました。始まります。はい、それじゃあ行ってみよう。レッツゴー。紹介していきたいと思います。それじゃあ行ってみよう。レッツゴー。段取り違う。寝転ぶぐらい行こう。マジでこけるぐらい。やめ。行け。